どうも皆さんこんにちは、茶番部の抹茶です。今回新実況シリーズタイタンフォール2のね実況を始めていきたいと思います。タイタンフォール2ご存知の方もかなり多いかもしれません。かなり有名なゲームですね。ちょっとタイタンフォールシリーズ僕やったことないので、まあ1を飛ばして2からのスタートになりますが、やっていこうと思います。で、まあ、今流行りのエペックスレジェンズという、まあ、バトルワーゲームがありますよね。まあ、やってる方もかなり多いんじゃないでしょうか。あの、このタイタンフォール2と確か同じ会社が作ってて、このタイタンフォール2はそのエイペックスレジェンズの世界観の30年ぐらい前の世界を描いているよそうです。はい。で、まあ、タイタンフォール1があるわけなんですが、タイタンフォール1の、まあ、ちょっとあと数ヶ月から数年後後っていうのがこのタイタンフォール2らしいので、まあ、時系列的にはタイタンフォール1があって、タイタンフォール2、これですね、このゲームがあって、今、はい、エペックスレジェンズがその後にあるみたいな、そんな感じです。で、まあ、エペックスレジェンズでは使われていない、要素とかもかなり入っていて、なんかメカが出てくるということで、かなりちょっと、ドンパチできそうな気配がしますね。ということで、早速やっていきましょう。今回の実況ではキャンペーンシリーズを、やっていこうかなと思います。まあ、いわゆるストーリーってやつですね。さあ始まりましたよ。争っている感がありますな。俺がフロンティアの戦場で目にしてきた中でもパイロットほど優秀な選手はいない。区内素早く動き、すごいね、一人でめちゃくちゃ無双してないかこの人。常に冷静で、これがパイロットってやつですか。その上冷酷、パイロットから見ればただの壁でさえ戦術の一部となる。おお、壁走ってるんだけど、壁走るは空飛ぶわ、すごいな。特殊な移動能力で敵を惑わせ、どんな戦況でも常に優位に立つ。そう。だが戦場のパイロットと一般兵の最大の違いはパイロットとタイタンの絆だろう。お、出ました、タイタン。ロボットですね、これがメカですね。今のようなこういう大きい自分よりかなりガタイのでかいメカを使って、まあ操って、タイタンとリンクするゲームですね。他のパイロット以外に叶う相手はいない。もちろんこれ以外にもメカじゃなくて、この素の人間の状態でも戦うモードは多分あります。モードっていうのは戦う場面はもちろんあります、ね。ウルトみたいな感じなのかな。俺にとって唯一故郷と呼べる場所だ。しかし今 IMC に資源を奪われ破壊されつつある。逆らえば待っているのは死だ。デメテルの戦いでは勝利を収めたが、 IMC を倒すにはまだ程遠い。今回の敵は IMC という。俺は今フロンティアの自由のためミリシアのライフルマンとして戦っていく。パイロットになれる日を夢見てる。いつかその日が来たら俺はパイロットとしてふさわしく戦えるだろうか。かっこいい。すごいな。なかなかかっこいい映像でしたね。第9ミリシア艦隊は IMC の支配下にある敵の支配下にある惑星タイフォンの攻撃に向かっている。惑星に民間人はいないようで、 IMC の軍事研究施設があるということしかわからない。ということは、まあ、向こうにいるのは全員敵だけみたいな感じなのかな。俺はジェームズ・マクアランの艦内で、ラスティーモンスター隊員の指導を受け、パイロットの訓練を続けている。彼は一流パイロットだ。なぜ、俺なんかを指導してくれるのかはわからないが、こんな機会をみすみす逃す手はないということで、クーパーっていうのが主人公なのかな。クーパーさんが主人公で、まあ、この第9ミリシア艦隊っていうところに所属していますと。今、それらが IMC の、が占領している、タイフォンという惑星に向かっているって感じですね。タイフォンダッシュみたいな、そういう目標になるのかな。そのパイロット用ガントレットとか出てますが。さあ始めるぞ、クーパー。あ、練習が始まるのか。
シムポットが船に再起動されたようだな。再調整しないと。お？ライトを見る。どうだ、しっかり来るか。なんだこれ。あ、よし、行くな。前回の練習は、ここで調整をするんだね。タイタンのリンクとはちょっと違うんだが、似たようなもんだ。そう、なんかめちゃくちゃ光が出ていて。技術を学ぶときは、まず気持ちを正すんだ。うお、眩しい。お、よし、だいぶマシだ。ちょっと感度調整しようか。さあやっていきましょう。これでジャンプができる。あ、結構高いね、ジャンプ。よいしょ。ペースを上げよう。ジャンプキットの補助を入れる。ジャンプキットはリラックススタビリティという原理で機能する。ジャンプキットがお前の動き方に順応すれば、意識せずに高速移動できるようになる。さあ早いですね、タイ移動が。俺の記憶の中の故郷が元になっている。俺はここで育った。これが俺たちの戦う目的さ。鋼鉄と硝煙とは無縁の世界で、ね、平和で豊かに生きる自由を勝ち取るのさ。ジャンプキットの動作を確認しよう。基本のウォールランを試してくれ。さあ壁を走りましたね今。いい動きだ。ありがとうございます。こうしたい。身をかがめろ。お、出たスライディング。ダブルジャンプだ。ゴーストに続け。俺たちはデメテルの戦い以来、フロンティアの4分の1状況を取り戻した。すごいな。体制が整ってきた。IMC と戦う志願者も日々集まってくる。お前のように。昔は逃げ隠れしかできなかったから。そう。今度は追い詰めるぜ。あ、スライディング慣れないんだが。戦闘では、ことが予想通りに進むことはない。おー、びっくりした。戦場でどんな武器でも使えるようになっておけ。俺が戦場で見た武器のほんの一部。スピットファイヤーだよ。オルタネーターだよ。スピットファイヤーだよ。DMR はあれ、そのままなんだね。R201 だって。301があるよね、確か今 FX って。へー、すごいな。僕ちょっと APEX あまりやれてないので、やってないので、わかりませんが。あ、殴りなの、これが。1個しか持ってないのかな。あ、向こうね。はい、武器を装填しろ。リロード。精度を高めるには照準器を使って狙え。いいぞ、やりたいなら作れよ。いいならガンプレットだ。よし、射撃練習もそこそこに。よし、今日は新しいガントレットがある。なんだこれ。準時間は2分だ。2分で何をするの。そこにはもっといいタイムを出せ。スタート。続くか、自分の道を探せ。あ、道をね。パイロットはバランス感覚が必須だ。人が最優先だが、射撃の正確だ。体に染み込むまで練習するのがガントレットだ。オールランの最中は移動が速くなるぞ。試してみろ。あ、そうなんだ。ウォールラン。これあれだったね、今リロード不要でしたね。よいしょ。ゴール。とりあえず2分は切れてるから。よし、壁の結果表を見たか。ベストタイム更新だ。誰にもそれぞれ出てくる。グレネード。いろいろな武器を使っておけよ。こっち何やるんだ。結果表には上達のヒントも載っているぞ。あちばの端からスライディングで降りればスピードが上がる。マジでやりたければ他のパイロットのゴーストと競争できるぞ。
はあ、こういうね。忠告しとく。このゴーストは SRS のトップパイロットのものだ。奴らを倒せれば訓練も5合目までは終わりだな。好きなだけガントレットに挑戦してくれ。これが終わったらお前にいいものを見せてやろう。ガントレットはもういいか？もういいです。次の課題を見たい。次の課題を見たい。よし、きっと気に入るぞ。さて、パイロットのもう一つの役割を学ぼう。ほう、タイタンだ。一気に呼び寄せてみよう。呼び寄せてみよう。ここに出てくるのかな。もう心の準備ができていると。できてる。その心意気だ。だがまず広い場所がいる。え、何？ワープ。俺の相棒 BT だ。ヴァンガード級だぜ。ミリシア独自の技術だ。初めて俺たちが自作したタイタン用シャーシだ。今回は IMC から盗まなくて済んだ。さあやれ、初のタイタン要請だ。お、あ、2位の方向向いて空を見ろ、奴がいるだろう。上から降ってくんの？見えねえ。降りてきた。お、いいか、ライフルマン、そろそろ潮時のようだ。ここから出すぞ。電力低下。クーパー準備しろ。落ち着け、コール。仮想世界から出たばかりなんだ。何が起きた？回復に少しかかる。大丈夫、すぐ落ち着く。了解。全員戦闘配置。練習したかったのに。気をつけろ、やつら本気で殺しに来るぞ。いい演習だったな。そのうちコツがつかめるさ。いつか一発のパイロットにしてやる、ライフルマン。だが今日は時間がない。ラスボーさん、アンダーソンの野郎、下で会おうぜ。今日は新しい惑星が見られると墓場になるかもしれんな。そう、出撃要請なんですね。下で会おう、クーパー。幸運を祈る。幸運を祈る。グッドラック。さっさとシムポットから出ろ、ドロップックでな。はいはい、行きます。さっさと出ます。まあハードぐらいにしときましょうか。難易度ね、ちょっと難しいぐらいがやっぱり楽しいじゃないですか。